梅沢捨二郎12月1日から1958年4月29日は石川県出身の建築家。日本統治時代の台湾で数々の公共建築物の設計を手掛け、多くは文化資産として現在も活用されている。2000年代以降にアニメーション作家、アニメ監督として活躍している吉浦康弘の総祖,祖父にあたる。 1890年12月1日、石川県石川郡鶴木町の氏族の下で出生。元は秋田生だった。本席は同県金沢市交番2。1907年、測量人員として県に就職するが、翌年東京の私立公主学校建築科入学のため離職。同時に大日本帝国陸軍の陸地測量をぶち経過に職員として在籍。 1910年に陸軍第一支営経理部永全課。1911年2月12日に卒業し、同年10月8日に台湾へ渡航する。台湾総督府土木部へ着任し、永全課に配属。1917年3月31日に総督府義手として民政部土木局永全課勤務。その後梅沢は1922年8月1日より、 台北高等商業学校新鋭工事主任に翌年工事部営然係で、摂津商が皇太子時代に行った台湾行刑の法芸準備に携わり、1924年12月25日より台湾総督府官房会計課と営善係に勤務する。1928年台湾総督府交通局鉄道部技師を兼任、1929年2月20日に面会。 5月12日より官房営前課へ。1930年2月3日より台南周知方議士となり内務部土木課に配属。1931年から1933年の間は台湾建築会台南州市部長を兼任。この期間中に台外警察署長者と末広町、商店住宅設計に携わる。百三十四年七月。 台湾総督府専売局所向課技師に転任、官六等を受賞。1942年2月13日に、遺願退職。当時の台湾総督だった、長谷川清は、専売局長代理、佐治隆則の上申書により、生後遺を並びに官職を4等から3等への昇格をもって、功績を称えた。また、その功績のため賞金3960円が、 給付された。先売局在任中は各地の局施設建築設計も担当している。戦後もしばらくは台湾に残留していたが、1955年に健康上の理由に帰国。台湾からのサイト公用性もあったが、病状の悪化により拒否したまま1958年4月29日に病死。高等法院などを手掛けた井出香織は、 英前科課,課長として梅沢とは上司部下の関係だった。井出は台湾建築会会長でもあり、末広町住宅では技術的に協力しただけでなく、台南警察署設計では技術顧問を務めるなど、梅沢とは相当親密な関係を築いていた。戦前の台湾では日本内地に比べ若手の東用が多く昇進も早かったことで、総督府所属直後から、 多数の政府建築物の設計に関与し、在任中期以降は民会建築にも参与している。当時流行していたアールデコ様式を取り入れた梅沢設計の建築物は戦後21世紀に至っても現存し、多くは文化資産として保存、活用されている。特に台南市のものについては、総村の吉浦も作品への影響を認めている。他に、 台北帝国大学研究庁や、専売局カレン講師局、万死田清水主製工場などの建設にも携わっている。ありがとうございます。